ロケ本当に楽しくって全部やりたいことをやらせてもらったので私の本当にわがままが詰まったというか <laughs> そういうロケだったんですけどあのイルカと泳ぐのはあれは本当に私の願望でちっちゃい頃からの夢を今叶えてもらったみたいな感じでしたね。目を見るるるとここのの子子絶対話せるこの子ってて思うぐらいなんか気持ちがが伝わる感じがしてで なんだろうな私本当にイルカのこと好きだからなんかうん分かってるよお前好きなんだろう俺のことみたいな感じで言われてる感じの <laughs> イルカの目がそんな感じでしたねハワイで結婚式をあげたいっていうのは結構ありますねでお父さんとお母さんがあげた場所であげれたらあげたいなって思いますねいやめちゃくちゃ仲いいんですねあの家族はなので結構そういうお母さんとお父さんがやったことは私もやりたいっていう タイプなのでそういうい願望ありますねちっちゃい頃から私いい奥さんにななるののが夢なので <laughs> 小学校に行ってる息子の帰りを待ちながらアップルパイを焼いて <laughs> 帰ってきたら友達連れてきてでアップルパイ切ってあげてあげてとかなんかそういうこととかは考えたりしますけどいい奥さんっていうのはなんだろうなっていうかなんかこう幸せな家庭っていうのを 自分のの家族は結構本当に幸せだったのでこうお父さんもお母さんもすごいいい家庭環境で育ってくれたのでそれ以上のものを子供に与えたいなっていうのはすごいちっちゃい頃からなんか思ってました。バラエティとかも出る時とかに私も最初バラエティ全然喋れなくて何喋ったらいいのみたいな時があったんですけどお姉ちゃんもそういう時があってになんかまああの。 自分らしくっていうのが一番難しいけど、それが一番なんか自分が出てる意味があるんじゃないかなみたいなことを言ったら、なんかそうだよねみたいななんかそういうアドバイスの試合とかなんかこう悩みとかはこうお互い分かり合えるのでそういう話を結構しますね。まあ、でも負けたくないっていう気持ちはやっぱりありますね。私ずっとお姉ちゃんの背中を追ってきた妹なので、でお姉ちゃんをこすっていうのが一つの目標みたいな部分こう何に対してもあるので。 こうダンスもそうですしダンスもお姉ちゃんがもともと始めてでもお姉ちゃんに負けたくないみたいな感じでやっててですよで私がグラビアデビューしてその後にお姉ちゃんがまたデビューって感じだったんですけどなんかそれもやっぱりお姉ちゃんがなんかこういい意味でライバルというか負けたくないなっていう気持ちはあります。 そうですね、私もともとはその女優さんになりたくって芸能界に入らせていただいてその今後はやっぱり女優に力を入れていきたいなっていう部分はあるんですけどでもなんだろう私結構そのおしゃべりとかこう楽しいことをするのがすごい好きなのでなんかこうバラエティーとかも大好きなんですね。だからバラエティーもの出たり、うん、グラビアも需要がある限りやって。 そういう多方面で活躍できるような女優になれたらなっていう部分はあります。あ、この女優さん私すごく好きだって思う方はあの綾瀬はるかさんですね。が一番私はなんだろう人としての魅力を感じるんですよね。だからなんだろう女優さんとしてはもちろんなんですけど、ああいう女性になりたいなっていうのも思いますし、なんかこう本当に綾瀬 さああいうなんかこう自分らしさっていうのを本当に大切にしてらっしゃると思うのでそこは本当に見習いたいというかどこにでもいるようなこう誰の代わりにもなるような女優さんっていうよりは私しかできないっていうような女優になりたくて今ちょっと模索しながら頑張っているのでそこは結構私の最終地点ではないですけど一つクリアしたい場所ですね。